レベルのシャビです。皆さん、おはよう赤ちゃんいまーす。というわけでね、今日は、待ちに待ったビッグロンドンダービーというわけで今日はね、今朝からもーちゃんも遊びに来てくれましたので、一緒にやっていきたいと思います。もーちゃん、おはよう赤ちゃんいます。おはよう赤ちゃんいます。おはよう赤ちゃんいます。はい、ということでね、これ、撮影しての試合当日なので、字幕少なめでいかせていただきます。すいません。申し訳ございませんけれども、よろしくお願いします。まず、みんな気になる怪我人情報なんですけども、まず、みんな気になる欠場者。怪我人情報なんですけれども、皆さんご存知のように、テスコとパーティーは今季絶望となっております。そんな中、ラカジェットも前節、クルちゃん陽性になっちゃいまして、大事な、何でしたっけ先日戦でしたっけ先日戦を欠場したわけなんですけれども、その辺どうなのかっていう話を、まあ、テタさんがね、プレイカンでお話してました。まあ、あいつは、様子を見てだろうな。まあ様子を見て、まあ、コロっちゃってたわけだし、体調の面っていうのは、そこでリカバリーして、そこでコンディション整ってるか整ってないかっていう、そういう話でもあるから、まあ体力落ちてますよ。体力落ちてるわけだから、そのまま出れるのか、ピッてまたげんのかっていう、そういう話でもあるから、まあトレーニングを見てだろうな。ということですので、まあラカも、やっぱこう、コロちゃんになって、体力ゲージが落ちてるわけですよ。ヒットポイントも落ちてるだろうし。ということで、この練習、全体練習を見て、まあ、決断しますということです。そして、やっぱり、一番気になってんのが、冨安だよね。冨安。先日戦終わった後から、全体練習に参加しますという、公式のアナウンスがありましたけれども、実際、参加しているようで、全体練習に合流しておりますと。合流しておりまして、その写真がですね、昨日の夜の11時ぐらいにアップされて、公式から。なかなかないですよ、そんなこと。誰に向けての写真なんて思いましたけど、これ完全に日本時間に向けてアップしてんちゃうなって、ちょっとね、思ったんですけど。で、ちょっとご覧ください。冨安健洋は実在する！カルテバカ一大帳で行ってみましたけれども、冨安実際いました。よくね、現地では冨安この世に生存してないんじゃないか説ささやかれてましたけれども、冨安健洋は実在するということで、大山マスターズのびっくりの実在っぷりをここに披露してくれましたので、もーちゃん、お、はい、こーちゃん、ちょっと待ってくださいね。行くの、じゃあみんなにバイバイしてください。はい、バイバーイ、みんなにバイバーイ。はい。行きますか。わかりましたよ。わかりました。はい。というわけで、まあ実際ね、冨安は全体練習に参加しておりますと。で、復帰時期はどうなのよと。それを問われたアルテタが、聴衆帳でね、このように答えておりました。お聞きください。まあ、冨は近いよ。冨は近いですよ。かなり近いところにいるんじゃないか。まあ、中止戦に間に合うかどうかっていうのは、練習のあれを見てだろうな。あれを見て。まあ、それを見てだろうな、すべては。まあ、春は近いよ。春はそこまで来てますよ。というわけで、春は近いということなので、来ちゃったねー。もうちょっと待てって感じだと思います。だから僕、個人的にはですよ。個人的には、急がなくていいぞと。もうここまで来たんだから急がなくていいぞと。これ見て、この笑顔。この笑顔を持続させるためには、もう急がなくていいですよと。まずさ、ビッグマッチでスタメンっていうのは、もちろん年明けのシティ戦みたいなことがありましたけど、ここはね、まあちょっと、様子を見ながら、ベンチから徐々に上がっていくみたいなノリで、いいんじゃねえかなと思ってます。もちろんね、こういう状況ですよ。こういう状況なのでスクランブルっていうこともあるかもしれないですけど、まあ、これまでの件もあるんでね。それと、怪我人を一発目で先発させるってことはアーセナルってなかなかやらないんですよ。
なかなかやらないことを富安にやってのけてたんで、おそらくね、いけるかって聞かれた時に富安っていうのは、いけますって言っちゃうタイプの人間だから、そこはね、考慮していただいて、もちろんね、富安見たいですよ。なんだって3連敗からの富安っていうね、そういうジンクスありますから、もちろん富安見たいですけど、その辺はね、ちょっと慌てないでいただいて、ここで今季絶望なんつったらさ、もうシャレになんないですから、その辺はまあ多分様子を見てやっていただけるんだと思うんですけれども、僕の個人的な見立てとしてはですよ、このチェルシー戦はスルーして、ユナイテッド、今週末のユナイテッド戦、そして次のハマーズ戦でベンチに入って、まあ65分70分ぐらいで途中交代、ちょっと体を慣らしてからリーズ戦で本番スタメンみたいなね、そういう流れじゃねえかなと。まあこれまでのアーセナルの流れっていうのを鑑みるに、そういったちょっとね、見立てをしております。まあ実際わかんないですよ、それはもう手田さん次第なんで、俺がわかるわけねえんだから。まあとにかく、まあここまで来たと、ここまで来ましたよ、ついに。あとはもうただひたすら手を合わせて、無事を祈るだけと、いうことになっております。はい、早く戻ってきてね、トミ、早く戻ってきて。いやでもさ、もう一回ちょっとこの写真見てくださいよ、みんな。つってこの肩組んでんのが、このトミーと肩組んでくれてんのがラムズデールですよ、ラムちゃん。ラムちゃんね、相方のラムちゃん、もう相方みたいなもんですよ。いやもういい写真じゃないですか、これみんな笑顔でね、みんな笑顔でやってますよ、玉切りやってますよ、これ。もうほんとここまで来たなと、実に感慨深い。いやー本当にあとは無事を祈るだけですよ。ほんでこの写真、夜の11時ぐらい公式の Twitter にアップされたんですけど、そこからもう海外勢とかローカル組が、富安 is back! 富安 is back! 富安 is back! っつって、どんだけみんな待ち焦がれたことかと。テスコ今季絶望、そしてパーティーも消滅、そしてラカまでいなくなっちゃって、今季二度目の三連敗の中、もう頼れるものは富安しかいねえんですよっていう状況になってますんで、本当に。マジで救世主、救世主って話だから。嘘偽りなく救世主ですよ。もちろんこのチャンネルの救世主でもあるんですよ。富安が来てから1万人以上のこう、登録者数っていうのを増やしていただいたんですから、めちゃめちゃ救世主でもあるんですけど、そして皆さんと会えましたと。本当夢の架け橋みたいなことになってるんですけど、ありがとうございます。そんなことよりも、アーセナル開幕戦の3連敗から、冨安入ってからの連勝モードっていうのがあるんで、その時からもうすでにローカルの頭の中には、冨安は救世主っていうね、そういうのが刷り込まれてますんで、冨安が来ることで何かが変わるんじゃねえかと、何か歯車がいい方向に回るんじゃねえかってみんな思ってるんですよ。だからまあ無理しない程度でね、怪我しちゃったら元も子もねえんだから、無理しない程度でまあ戻ってきてほしいと思います。サルチャンネル。あとは対戦相手のチェルシーについて、チェルシーの直近の成績がこちらになります。直近5戦して4勝1敗と、一時はねオーナーのアブラモビッチさんの若干追放的な退任によってチームがねガタガタっていくかなと思われたんですけども、全然そんなことなくて、直近5戦4勝1敗で取り、まあ、絶好調という形になってます。その1勝の中には、センメリでのセインズ戦、6-0 の快勝も含まれております。はい、そうです。アーセナルがあっけなく敗れたセインズです。まあ、付け入る隙があるとすれば、このホームスタンフォードブリッジで、同じロンドン勢のブレントフォード相手に 4-1 で敗退してるっていうことと、あと CL 敗退をずっと引きずっててほしいっていうことと、あとはブラモビッチショックで、そのホームサポがチケット買えないってことでどれだけ埋まってんのか、スタンフォードビッチがどれだけ埋まってんのかっていうこと、チェルシーは現在オーナーがアブラモビッチだったことで政府からね制裁を食らってるんですけども、その中の一つがチケットは売りませんと、唯一観戦できるのはもうすでに、チケットを購入済みのシーズンチケットホルダーだけですと、年パスホルダーだけですっていう決まりがあるんで、その年パス以外の人がねどんだけ入ってたのかと、スタンフォードブリッジっていうところでもあるんで、それ以外は多分歯抜けみたいなことになってると思うんですけど、だからそれ、年パスの割合がどれぐらいあるのかっていう次第ですよね。スタンフォードブリッジが埋まる埋まらないっていうのは。まあ、ぶっちゃけうちらの3連敗ショックも、
全然負ける気しねえからって話。ショック勝負で言えばよ。てかこの前の先週末普通にさ、FA カップの準決勝でパレス戦に勝利してもう決勝進出決めてますから、チェルシーね。ショック残ってる感ゼロっぽいんですよ、もうすでに。でもやるんだよと。アーセナルっていうのは一人でも抜けたら奈落っていう鉄骨渡りを行っております。なんで 2,3 人抜けただけでこんな大惨事になってんのっていうことに関してはちょっとこの動画でね説明したんで、これを見ていただければと思うんですけれども、とにかくただでさえ選手はペラペラのアーセナルですよ。そこにティアニーが消え、パーティーもいなくなり、そしてラカも怪しい。そんな中差し込んできた富安武弘という巧妙ですよ。巧妙。そこにかけるしかないでしょって話。3連敗からの救世主降臨あるかって話。ただ、さっきも言った通り僕は無理をしないでほしい。無理をしないでほしい。ただね、今まで富安どこ行ったんだと、富安の姿一切その練習場にさえ見えなかったわけですから、それがあの練習場に笑顔が見えただけでも俺はもう嬉しいし、この復帰の足音っていうのが確実に着実に聞こえてきてるわけですよ。というわけで、また生きる希望が湧いてきたぞ、この野郎！サルチャンネル！で、僕がスタンフォードブリッジのチェルシー戦で思い出すのは、ギブスとチェンボの人違いレッドカード。うん、これ、チェンボにレッドカード出したのになぜかギブスが人違いで外に出されたっていう。なぜあの時もっと抗議しなかったんだろうっていうのを思うんだけど、まあ、それと、あとはガブリエルと。前ガブちゃんって言ったんですよ。ガブリエル・パウリスタっていうのがいたんですけども、そういうディフェンダーの選手と、向こうのチェルシーのディエゴ・コスタ、ジエゴンね、珍獣ジエゴンが揉めて、ガブちゃんがマイチング当たってないのに、ガブちゃんが退場させられたっていう、この2つの退場のいい思い出と、あとは直近で言えば、もう一人のガブちゃん、ガブリエル・マルティネッリのワールドカップ日本ベルギー戦を彷彿とさせる、超ド級の独走シュート。これめちゃめちゃ上がった。これ上がらないわけがないよね。上がらないわけがない。ええ、とにかくスタンフォードブリッジには魔物しか住んでおりませんから、だから僕もね一つお祈りしながらちょっと見守ってもらいたいと思いますってことなので、ビッグロンドナビ私今日参戦してまいります。はい、参戦してまいりますので、当然ね試合前と試合後の YouTube ライブやりますんで、もしよろしければ、そうですね、朝出社前に、あとはもうこの試合は寝ねえで見るよと、徹夜組の方も含めてこのライブに参戦していただければと思います。はい、まあ、開始時間とかはね Twitter とかでお知らせしたいと思うんで、ぜひ僕の Twitter の方ね、概要欄かコメント欄に貼っときますんで、それをちょっとねそこからフォローしていただければと思いますが、あとはチャンネル登録していただいてベルのマークを押していただくと、全部通知みたいなやつがあるんですよ。それを押していただくと、あのライブ始まりましたよみたいな通知が行きますんで、動画上がりましたよみたいな通知が行きますんで、もしよろしければそちらもお試しください。というわけでね、今日もね長々ありがとうございました。またチェルシー戦でお会いしましょう。カメガナサルでした。バイ。